落ち着いてください。落ち着いてください。僕がいますから。良くない夢を見ていたようですね。さて、それはどうでしょう。先ほどが夢であったとしても、今が現実とは限りませんよ。思い出の箱の鍵その箱、油絵で真実を隠したつもりなのでしょうが、目はごまかせても心は騙せない。滑稽でしょ。心と向き合わずに信念を貫こうとした結果、全てが水の泡になる。たとえ世間を敵に回しても、あなたはまだその選択を貫き通せますか。その答えを口にするのはまだ早い。さあ、こちらを見て。あなたはただ疲れただけ。口にする言葉ほど浅はかなものはない。今後の行動を見てから判断を下そう。レイブン、そっちの状況はどうだ。レイブン、応答せよ。何かトラブルでもあったか。朝早くから何なんだよ。日が昇ってからでもよくないか。いいから黙って働け。そういえば、この身部長ってどこに消えたんだろうな。あの人って前。うるさいっつってるだろ。聞こえてねえのか。出荷に異常ありと。
ファックス、クリムソン、異常なし。ハウゼンをマーク。すみません、テラス法律事務所はこのビルですか？左京様はここにお勤めでしょうか？お荷物があるのですが。規則では本人のサインが必要ですが、同僚の弁護士さんでしたら左京様へのお渡しをお願いいたします。君か。構わんさ。いや、大丈夫だ。ああ、ご苦労。
ありがとう。大丈夫だ。今日は休日だろ。君こそどうしてここに？何か力になれることがあったらいつでも言いに来なさい。今日はずっといるから。来客か？対応できなければ私の執務室に案内してくれ。安田、あのジジイはもう諦めたんだ。弁護士を立てても金の無駄だ。葵食堂の不祥事をなかったことにしたければ、俺たちミールキャットの危機管理コンサルティングサービスを利用すべきだ。本当に彼を助けたいなら、なおさらな。バカ言わないで。ミールキャットは業者から金を騙し取るだけ。いつおじいさんの味方になってくれたっていうの？血を慎め。こっちには後ろ盾がある。田舎娘ごときがどうにかできるもんじゃない。Thank you.